今前半がスタートしました。ザスパ草津群馬対日本、エキシビションマッチです。さあ七海さん、特に気になる選手がいましたら教えてください。香川真司でしょうね。はい、動き出しの良さからスペースを見つけボックス内に飛び込むワンタッチボーラーですね。はい、センターフォワードを生かすのも非常にうまい選手です。おーゴー先制。キーパーが弾いたボールでしたが、ここは冷静にゴールへと押し込みました。絶好のポジショニングでしたよね。キーパーが弾いた後をしっかり予測していたんじゃないでしょうかね。さあ群馬、早速得点につなげてきました。かなりチームとしてもいい入り方をできているし、いい機能もしている見方は当然できると思うんですよ、うん、はい、そういった意味ではある程度選手を使い切って早く変えてみるとか、いろんなことを試せる点差につなげていったのがいいんじゃないかなと思いますけどね。なるほど、ここは抑えました。さあ群馬1対0でリード、1点を追う攻防、前を向けるか。ここで奪われました。ボールを取ります。さらに前に行きたい。厳しいチェックが入ります。内田へ、山口。前半11分を過ぎたところ、さあ誰に出すのか、一人でいけるか。クリアします。縦にボールを送ります。この攻防、いやーキープ力ありますね。先ほどボールを決めている、抜けますか。これは取られてしまいます。奪います。ファールでしょうか。ボールのところパス、シュート、ゴール。群馬大きな追加点。これは少しマークがつききれなかったんでしょうか。パスを出すタイミングが絶妙でしたよね。さあ群馬着実に得点を重ねていきます。2対0。1点と2点の違いは大きいですよね、はい、ここから非常にリラックスして試合ができると思いますよ。そうですね、これはスローインとなります。本田から岡崎、さあ内田へ、チャンスですね。奪われます。いいですね、いい切り替えですね。かなりプレッシャーかけてますね。サイドへ、さあふわっとしたボール、オフサイドですね。
島。さらに前に行きたい群馬、現在2点リードの余裕があります。本田から岡崎、さあどこへ出すのか。内田、ボール入りましたよ。これはクリアします。水島、縦にボールをつないでいきます。いいチェックでしょうね。さあこの攻防、ここで奪われます。上がっていく右サイド、体の使い方非常にうまいですね。よく取りましたね。キープできるか。テクニックを披露します。本田へ、太田、これは取られます。奪われると危険な位置、縦にボールを振ります。サイドを使います。前線へ出す、太田、いいコースの切り替えですね。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね、うん、なるほど。本田へ、前を向けるか。前半40分を過ぎました。水島、奪われる。岡崎、岡崎へ、どういった攻めを見せるのか。まだありますね、チャンス。チャンスですよ。スルーパス、開きましたよ、前こぼれた。縦にボールをつないでいきます。ここから組み立てていきます。アディショナルタイムは1分。このボールはここで笛。前半が終わりました。七海さん、ここまでについて何かございますか。 2-0 というスコアは難しいスコアなんですよね。なるほど。次の1点がどちらに入るのかによってその後の展開が大きく変わりますからね、うん、はい、そういった意味でも後半の立ち上がりから非常に楽しみですね。そうですね。後半選手交代はあるのか、システムの変更はあるのか。群馬、前半終わって2-0、2点リードのまま折り返します。さあご覧のように後半スタートしています。内田、つなぐことができませんでした。スローイン、山口、さあどう攻めるか。出ましたね。本田から岡崎、ここはクリアします。よく戻ってきましたね。山口、岡崎、出てきましたね。どうする。浮き球で裏を狙う、シュート、香川真司、素晴らしいな。後半いきなり決めます。さあ今の得点どうご覧になりますか。まあ本人としては今後の自信につながるような綺麗なボレーシュートだったんじゃないでしょうかね。さあ日本、あと1点というところ。相手のゲームプランを崩すゴールになりましたね。
これでチームとして勢いが出ますよね。水島、さあ群馬1点リードというゲーム展開、後半追加点が欲しいところでしょうか。内田へ、このボール争い、さあ日本ボールです。コーナーキック、そのまま打つ、クロスに合わせるというシュートシーンでした。どう展開していくのでしょうか。さあ残り30分というところです。乾、長谷部、ここからどう組み立てるのか。内田へ、本田、太田、狙いますよ、シュート、枠は捉えていました。ちょっと止めからのシュートでしたけども、もう少し前に行っても良かったんじゃないでしょうかね。カットされました。さあ中央、田川、抜けるか、あー面白い、これはカットされます。スローインです。いいカットですね。日本ボールです。これは奪われます。さあ前線へ、一歩も引かないですね。メンバーチェンジがどうやらあるようです。2列目からの飛び出しができる中盤の選手がいるなんていう交代ですよね。なんせやっぱここで点が欲しいですからね。前線だとやはり硬い守備の中で取りにくい、それを飛び越すような2列目の選手の中盤を入れたということだと思いますけどね。さあカウンターのチャンスになります。内田、フリーな味方いますよ。チェックを受ける、いいパスですね。オープンなゾーンだ。しかし飛び出しのタイミング見事でした。長いボール縦に入れます。長谷部、内田へ、前線へのボール、見事なパス、山口、ボールはクリア。これは奪われました。ああ、ここはすごいですね。ここは素早くマーク、よく取りましたね。さあ誰に出すのか、ボールは収まりません。絶好の位置です。とチャンスをものにできません。このボールはクリアです。山口、田川、太田、奪われました。いい打速ですね。太田、浮き球つながるか、打てるか、岡崎のシュート、ゴー。笛が吹かれるまでは終わらない。笛が吹かれるまでは全てチャンス。ここでフリーで打たせてはいけません。ボールをもらうまでの駆け引きが非常にうまかったと思いますね。さあ日本、土壇場での同点劇です。
やはりこういった姿勢はやっぱ重要になってきますよね。最後まで諦めないところですよね。北条よく戻ってきましたね。延長に突入という可能性も十分にあります。内田へ、もう一度中央、内田、山口、内田へ、チェックを受けながらのドリブル、清武に渡る、取られます。ここで主審の笛です。しかしまだ試合は終わりません。さあここまでいかがでしょう。後半に入ってから少しずつ相手に流れを持っていかれましたけど、はい、まだ延長戦がありますから気持ちを切り替えていきたいですよね。そうですね。延長戦どのような展開になっていくのか、ドラマがあるのか見届けましょう。さあすでにゲームは再開しています。群馬追いつかれての延長戦となりました。スコアは2-2、同点です。サイドのスペースを使います。牧野が読んでいる。さらに前に行きたい。このボール落ち着きません。ここはディフェンスです。抜けるか、山口、清武、前に繋いでいきます。二人がかりで奪いました。太田、すぐにチェック、フリーにはさせません。さあ誰がいるのか、ヘッド、バーに当たる。ちょっとね、ボールの落としどころが悪かったですよね。これは取られます。前につないでいきます。さあどう攻めるか。ここで取られました。石田、前を向けるか。さあどこへ出すのか。ファールです。ここで笛、延長戦を折り返します。さあここまで戦っていまだ同点という状況、非常に緊迫した試合内容となっています。この後決着をつけることはできるのでしょうか。泣いても笑っても天国地獄の分水嶺まであと15分です。という間にゲームは再開しています。今日は全く目の離せない試合を見せてくれています。それではお伝えしてまいりましょう。さらに前に行きたい。奪われる。前線から行ってますよね、積極的に。長谷部、大迫、太田、素早いアプローチです。大迫、ボールをコントロールする。狙いましたね。このパスはキーパーへ。ボールを奪います。宇佐美、切り返してふわっとしたパスがつながるでしょうか。さあどうだ、清武、日本のゴール。日本巻き返します。
これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。ちょっと最後のマークが甘くなってしまいましたよね。ただ相手のパスポジショニングも良かったんですけどね。日本さあ逆転しました。時間はもう残りわずか。いや来ましたね、はい、まさかここで ね、 そうですね、ゴールを決められるとは思わなかったんですけども、ええ、ある程度相手の試合の進め方にも慣れてきてるから、はい、勝利をものにファウルでしょうか。主審が選手に駆け寄る。報いはイエローカード、ちょっと不用意のファウルだったと思いますね。このパスには追いつけませんでした。東条一人で持っていく。やっとうまくかわしましたね。自分で持っていく。枠のど真ん中蹴り込みます。コース狙ったとは思うんですけどもね、正面行っちゃいました。上です。3対2群馬、非常に拮抗した試合展開だったんですが惜しくも逆転負け。さあ試合が終わりました。お客さんにとってこういったゲームは非常に魅力的ですよね。もう満足感で家までの足取りは相当軽いでしょうね。はい、ありがとうございます。スタジアムを興奮のルツボへと叩き込むという試合展開でした。さあそろそろお別れの時が来ました。この試合の解説は北澤剛さん、そして七海博さんでした。北澤さん、七海さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。群馬3対2で惜しくも敗れています。